えー、麻痺歩行困難の7歳のりオンちゃんが、えー、大量の批判殺到動画を、えー、見つけて、娘と話し合い、母親がり、えー、オンちゃんにメンタル強くいこもとね、エゴサは絶対にしないってあったそうですね、まあ。150万人もね、登録者がいたらね、そうなりよね。絶対さらに、まあ、先天性ってことでね、かわいそうだよね。まあ、手術したり、ね、元気になったとかを、まあ、YouTube に上げてるんでしょう。 で、これに関してはさ、母親があれだよね。ミオナちゃんをさ、この見せ物にしてさ、金取ろうとしてるんでしょ。単にさ、おもちくんとしてだよね。もちろん母親からしたらさ、大義名分でさ、同じね、ハンデがある人たちと共有したいとか、なんか、力やりたいとかさ、言いいわけじゃん。でもこれってさ、お金を刺激つけてるからさ、まあ、そういうね、なんか言葉をさ、 本当なのってなっちゃうしさ、実際本当か嘘かっていうのも母親すらも分かってないと思うんだよね。まあ、とりあえず見せ物にしてるとか、ね、そう言うよねみんなね。もちくんと一緒で。でさ、この7歳のこのりおのちゃんにさ、これメンタル強く持とうねとか、エゴサーしないでとかさ、<laughs> これはちょっとさ、乱暴すぎないかって思うし、別にりおナちゃんはさ、みんなのためにとかさ、 私を知ってほしいとかないと思うんだよね。母親のエゴでさらされてるわけじゃん。ってなると、かわいそうだよね。それメンタルっていうとねってさ。いや、違うでしょ。こんな、あの、余計な悩みとか考える雑念がさ、増えただけじゃん、リオナちゃんは。かわいそうだよって思いますけどね。だから、母親が全部悪いのかな。まあね。親がもう教育という、あの、洗脳だもんね、これね。ちょっとね、あんま俺はこういうの好き,好きじゃないね。 ましくね、暮らしてた方が幸せだったんじゃないのかなと思いますけどね。ま以上です。どうもありがとうございました。あと、親もね、バカだからね、今の親はね、うん。分かってないやつ多いよ、本当に。知らないけどね、このお母さん同士とか。まあ、以上です。どうもありがとうございました。